メイン会場からおよそ700メートル離れたこの場所にある建物がですね、派出所に変わることが分かりました。確かにこのエリア見てみますと、住宅や企業などもあって、こうした住民らの不安を払拭する狙いです。広島市南区の元宇品町に新たに設置される派出所は、警察官2人を配置し、地元住民の相談に応じるほか、巡回パトロールなどを行います。心強い広島市民として、やっぱり全体で盛り上げて、はい、協力していこうというふうには思っております。この派出所は来月1日からサミット終了後の6月2日まで設置される予定です。